こんにちは、村上翼と申します。Twitter ではつばおという名前で活動しております。主にですね、包丁研ぎや、料理教室やら中国茶、台湾茶のお茶会などをやっております。今回はですね、包丁の研ぎ方や選び方についていろいろお話しさせていただいております。ですね、今回の動画を見て学んでいただけることは、一つはですね、片刃と両刃の包丁の研ぎ方ですね。包丁2種類あるのでその研ぎ方を説明しています。あとですね、砥石の手入れの仕方も一緒に説明しております。砥石ですね、ノーメンテナンスでずっと使い続けられるわけではないのでその手入れの仕方もお伝えしてあります。次にですね、包丁の選び方ですね。どんな包丁を買ったらいいかわからないとか、いろんな種類があって何を買ったらいいかわからない、次の包丁どれにしようという方へのアドバイスも入っております。最後にですね、包丁の使い分けについても説明しております。皆さんの料理ライフが豊かになればいいなと思って喋っております。包丁が切れるだけでだいぶ料理が楽しくなると思いますので、ぜひご覧になってみてください。はい、では、包丁の選び方を説明していきたいと思います。はい、ちょっと今ここにたくさん包丁があってちょっと僕もびっくりしてるんですがですね、いろんな形の包丁があります。いろんな形の包丁があります。皆さん何を買って、最初に何を買ったらいいんだとか結構ね迷われる方が多いと伺ったので、どういう包丁を選んだらいいのかというお話をですね、最初にしていきたいと思います。実はですね、包丁をお持ちだという前提なんですけれども、その包丁が実は研げないものだったり、研ぐのにすごいこうお金と時間と根気がいる包丁だったりする場合があるので、ちょっと事前にそれを確認していただきたくてこの動画を公開しております。はい、では具体的にどういう包丁が研げないのかっていうとですね、これが一見するとなんてことのない柳刃包丁でございます。柳刃包丁は和食の人がお刺身を引くのに使ったりする包丁なんですが、実はこの包丁今ちょっと大変な欠陥を抱えております。はい、その欠陥が何かと言いますとですね、いかがでしょうか、これちょっと先端曲がってるの見えますかね。先端というかこの辺からこう左にこうずれて、そうですね、そうですね、まっすぐ行ってちょっとこう左にこれ曲がってるの分かりますかね。かろうじて分かる気がします。これは曲がってるとですね、研げません言い切ってしまった研げません。研ぐ方法もすごく難しいので研げないと思っていただいた方がいいです。でここでもしね、確認こうやってこう見ていただいて、お持ちの包丁がもし曲がっていたら、あの近くの包丁屋さんに行ってちょっとね、歪みというかこの曲がりを直していただくということをしていただいた方がいいと思います。こうあの多分この辺に今この親指で隠れてる部分ぐらいにメーカーさんの、ね、名前が多分あると思うんです。そこに問い合わせていただいて曲がりを取ってくださいとか言うと多分対応していただける。どういうふうに見るといいんですか、その、曲がり。あ、曲がりですか。この塚の一番お尻の部分を目線の高さに持ってきて、横から見たら分かりやすいかな、目線の高さに持ってきて見るとこう、まっすぐだったらまっすぐだったらまっすぐってちょっと意味が分かんないんですけどまっすぐじゃないっていうことがね、ここで分かると思うんですよね。曲がってる、ちょっと曲がってるなっていうのは見ていただくと分かると思います。そう、今このカメラが皆さんの目だと思ってみてください。こういう感じで見たらいいってこと。そうですねもうちょい歯上に上げられますか。あ、そうですね、それで、あ、分かりました。歪んでます、ね、あ、カメラ越しでも分かりますね。これって基本的に包丁によってもともと歪んでるのが正常みたいなことはないですか。はないですね。もともと歪んでるのは正常ということはないです、うん、基本的にこういう見方をしたときにまっすぐであるべきっていう。あるべきですね。まっすぐな、これはまっすぐ、まっすぐな、はい、同じ形の同じ柳刃包丁ですね、
確かに。さっきのやつ結構曲がってます、ね。そうです。結構これはあの曲がりが顕著なやつだと思います。で、なんていうんですかね、安い包丁だから曲がってるとか、高い包丁だから曲がってないっていうわけではないんですね。そこは、あの、そんな値段関係なく起こりうることなので、ぜひ、あの、お手持ちの包丁を持って、こう、眺めながらやっていただけたらいいと思います。はい、ちなみにそのなんか研ぎ師さん、松葉さんも研ぎ師さんだと思うんですけど、はい、研ぎ師さんに出してどうこうっていうわけでもないってことですか？研ぎ師、僕はこの歪みをまだ上手には取れないので、あのこういう依頼に関してはちょっとあの別の方を斡旋させていただいたりとか、メーカーに送った方がいいですよっていう案内はするんですけど、じゃあまあそんなに何て言うんですかね、そもそも研ぎに出すっていうのに不適切な状態っていうことですか？そうですね、その前の問題だと思います、うん、よくあのホームセンターとかで500円で研ぎますなんてやってるとこあると、はいはい、あるかもしれないんですけど、そういうとこに出しても多分治りはしないし、下手すると悪くなっちゃったりすることもあるんじゃないかな。具体的にその研げないって なんで研げないんですかね？ですね、これは先ほど の悪いやつ、シャイ曲がってる包丁なんですけど、このなんて言うんでしょうね、こう山なりになってるんですね、今刃が山なりに、はい、こうなってるんですけど、はい、この頂点の方は研げるんですけど、頂点山なりになってる方は研げるんですけど、はい、この裏側はどうしてもね、研げない、当たらないんですよね、砥石に。あ、フラットな砥石に分度器当てても絶対当たらないじゃないですか。はい、で伝わりますこの。ちょっとこうあれですね。そう R が少しあると平面には絶対当たらないので、そういう意味でちょっと研ぐのが難しいと思います、うん、この包丁後でちょっと研いでみて、当たらないところをちょっと実際に見ていただけたらなと思いますので、では、はい、まあ、この今多分動画購入を検討して見てくれてる方だと思うんですけど、講座を、はい、まあ、実際に自分の包丁がどういう状態なのかっていうのを、まあ、確認してもらうっていうところから、そうですね、まあ、始めてもらった方が、はい、そうですね、買った直後に俺の包丁研げないじゃないかだとちょっと辛いので、じゃあ必ず、はい、可能であれば、はいはい、ちなみにあのなんか100均で包丁買ったやつとかも はい、あったりとかすると思うんですけど、なんかそういう包丁も研げるんですか？はい、もちろんあの研いでよく切れるっていう感覚を取り戻すことはできます。ただし、その期間がちょっと短いっていう。ああ、なるほど。はい。まあ、なんでですか？それは金属の質というか、硬さが原因なんですけども。なんですかね。まあ、硬ければいいものとはならないんですが、やっぱりある程度の硬度が必要なので、こういう、あの、リーズナブルな包丁は、柔らかいことが、はい、ほとんどです。あ、はい、なので、摩耗に弱い、うんうん、切った時にすぐやられてしまう、食べ物にももちろんそうですし、まな板に当たってすぐ潰れてしまうので、はい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 、あの切れるようにはなります。でも結構短い間ですね、うん、研げばでも大丈夫です。なるほど。あと、今回は多分入らないと思うんですけど、なんですかね、砥石の番手を上げていくというか、例えばその今回は1000番の砥石でやるんですけど、はい、その3000番とか8000番とかでやっていって、どんどんこの刃を繊細にしていくことができないです。薄すぎる刃はつけられないです。研磨してより良くしていけない、より良くはしていけないです。限界があります。薄くしちゃうとどうしてもすぐ潰れちゃうのでっていうのはありますね。でもそれに目をつぶれば研げます、はい、けど研ぎ損になりかねないっていうことですかね。そうですね長持ちはしない、長持ちはしないです。なるほど、はい、まあ、じゃああれですね、本編で実際に、まあ、研ぐ時とかに、そうですね、まあ、どういう包丁をじゃあ選べばいいんだっけみたいなところは、はい、ちょっと説明していただければな、はい、はい、と思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。